私の方は見てるの。紙袋を片手に持って、うつくミラー、トリガミラーに、またそれに影響を受けた奴はさらに影響、大影響及び影響、電波出すでの無電波、空にいっぱい放ってる奴がいるな。頭にバンダナつけた兄ちゃんが、メガネつけて取って持って街歩く、色彩色豊かに彩られた店の中に入ってやる気手に取った、そんでもってジロジロ見た挙句金がないから、それ元の場所に戻した、そんでもって紙袋には取った、日本が何本だって価値を徘徊して、よくわかんないけれど100万円で売れる女とかに捕まりそうになるぜ、あれは一体何なんだ、そんでもって気の弱いバカなやつがまた捕まってロングマされた、クリスチャンなんてみたいな女にはマジで注意だぜ、オタクのやつは悪くねえ、だけどカモにされるのはバカだぜ、黙ら黙ら自分の身は自分で守らなきゃ話になんないで、そのまんま一体どこ行くんだ、そりゃそれだけではマジダメなんだ。